ベルナール7世は、百年戦争期のフランスの貴族、軍人。アルマニャック博。フランス王国軍総司令官。アルマニャック博ジャン2世とジャンルド・ペリゴールの次男で、ジャン3世の弟。ベルトラン・デュー・ゲクランの指導を受け軍人として、成長。1391年に、兄が亡くなり、アルマニャック博となった。1407年に、 オルレアン公ルイが、ブルゴーニュ公ジャン一世に暗殺されると、ルイの長子で、オルレアン公位を継承したシャルルを筆頭とする、オルレアン派と、ムコア公を筆頭とする、ブルゴーニュ派の内乱は激化した。1410年4月、オルレアン公とベルナール7世をはじめ、シュートノベリー公、ジャン一世、ブルターニュ公ジャンも世、アイ向コのブルボン公ジャン一世と息子のクレルモン博、シャルル、 アランソン・ハクジャン一世イラ大貴族の間で治安同盟が結成された。この同盟はムコア公やイングランドをヘンリー5世に対する政治的、軍事的同盟であった。ベルナール7世は同年8月に長女ボンヌをオルレアイ公と結婚させ、彼の首都としてブルゴーニュ派と戦った。そのためオルレアン派はアルマニャック派とも呼ばれる。 ベルナール7世はブルゴーニュ派との内乱において活躍し、1411年にサンドニを落とし、1413年にはムコア公に協力的であった、食肉症シモンカボシュ率いるカボシャン島の占拠するパリを伺い、4月にカボシュの反乱でパリが混乱、ブルゴーニュ派に反発した国王シャルル6世とルイ、王太子の救援に応じて8月にパリへ入りカボシャン島の放棄を鎮圧。 ムコアコはパリを退去した。こうしてパリはアルマニャック派の支配するところとなり、1414 14年2月にパリに残るブルゴーニュ派を排除して、ムコアコを反逆者と認定、ブルゴーニュ派の都市を落としていったところで9月にブルゴーニュ派と和睦した。1415年のアジャンクールの戦いで、オルレアンコーラアルマニャック派の幹部が、 イングランド軍に殺害される過捕虜となり、同年と翌1416年に王大,大使とベリー公が相次いで亡くなると、ベルナール7世はアルマニャック派の筆頭として、パリで独裁を行うようになったため、1417年にパリから追放した王妃、イザボーが、ムコア公と結び政府は分裂。パリはブルゴーニュ派に補給をたたれ市民が、食糧難に苦しみ、 ブルゴーニュ派への粛清でベルナール7世に対する市民の不満は高まった。1418年5月29日、アルマニャック派の支配に不満を持つパリ市民がブルゴーニュ派の一帯を迎え入れ、ベルナール7世は抵抗できずに捕らえられ6月12日に殺害された。その後パリはブルゴーニュ派に制圧され、再びブルゴーニュ派の支配するところとなったが、 シャルル王大使は脱出してアルマニアック派に擁立され、ウルゴーニュ派への抵抗を続けていった。10枚で、ベリー公、ジャン一世の娘ボンヌド・ベリーと結婚し、以下の子上を設けた。ジュール・ミシュレ、フランス史、中世、四論奏者、2017年、P160。堀越、P76P77。清水、P86P87。カルメット、 P147P148、軌道 P98P99、清水 P92P94、カルメット P151P163P164、軌道 P110P112P115P116、堀越 P92P96P100、清水 P99P105、カルメット P176, P177, P182, 起動 P124, P125. ありがとうございます。